ブロックファイが破産しましたという話を今日はねやっていこうかなと思うんですけど、蓋を開けてみるとやっぱり結構危なそうだなっていう感じがどんどん分かってきましたと。まあ見ていきましょう。でブロックファイ、これですね、すごく有名な、まあ、プラットフォームでビットコイン買ったりとか貸したりとかステーキングしたりとか、まあ、いろいろできるわけですけど、ブロックファイ FTX の影響を受けて倒産しましたと。で今回チャプター11、まあ、申請しましたよっていうことですな。で、まあ、分かってはいたもののもうついに来たかということで結構ビビりますよね。でこれちゃんと見ていくと状況が書いてますと。見ていくとブロックファイは 256.9 ミリオンの現金持ってるんだって。だからもう300億円以上の現金持ってると。おなるほどと。でそれっていうのが、まあ、十分なお金だっていうことを言ってて、っていうのをなんか会社の立て直しをする上でのオペレーションのコストもかかるので、まあ、そういったことをするのに、まあ、十分な一応お金はあるので、まあ、それを使って、まあ、今後ねリストラクチャーするよということを言っているわけですね。で本当にまず最初に言いたい、やっぱねこうなんだろうな、エグゼクティブの言うことは聞いてはいけないなっていうことは本当になんか学びとしてあると思うんだよね。っていうのがこれさ、11月8日ね、8日だよ、フローリさん COO かな、ブロックファイの、すべてのブロックファイのプロダクトは大丈夫だから、全部ちゃんとオペレーションしてるからって言ってるんですよ、ね、でその前に、まあ、今ねマーケットがすごいたくさん、まあ、もうなんかとんでもないことになってますけどと、あの僕私たちは大丈夫だよと、オペレーションされてるからって言ってるんですよね。これその後すぐ3日後に11日はい引き出し停止しますって言ってるんですよね。でもう影響を受けすぎて最終的にもう3日前までフルにオペレーションできてるって言ってるのにもかかわらず、オペレーションをリミットしますと言ってるんですよね。でもうその後、まあ2週間後ぐらいかな、これでもう破産しましたということですな、はい、ということなので、ここからちょっと実際のねこのファイリングの内容を見ていこうかなと思うんですけど、結構ショッキングな感じですね。ちなみにここまででいいなと思ったらいいのしチャンネル登録をして、ベル通知もお願いします。あとメンバーシップもここから入るんでぜひお願いします。あとはツイッターもやってるんでお願いします。ここからいきます。さて見ましょうか。これがファイリングなんだけど、なんかニュージャージーでファイリングしてるのかな。でこの、ね、4ページあたりが結構面白いんですけど、これですね、はい、まずエスティメイテッドナンバーオブクレディター、どれだけの、まあ、お客さんがいたのかってことですけどね、まあ、これが1000万10万10万人以上いたよということなんで、正式な情報は定かではないと。ただすごい数がいるってことね。でその人たちにどれだけのねこうお金をなんだろうな、まあライアビリティ負債をね抱えてるかとかっていうことが書いてるんだけど、下に見てみるとまずアセットがどれだけあるかってことね。それが1ビリオンから10ビリオンの間なんだって。だから1400億から 1.4 兆円とかそんぐらいの間みたいなんですよね。ここにね、ここの間のとこかみたいですね。だから9ビリオンかもしれないし1ビリオンかもしれないし、謎だね。ライアビリティ負債はどんだけあるのか、同じく1ビリオンから10ビリオンなんですよ。でこれアセットこれだけあるんですけど、じゃあこれ売ればいいんじゃないのって思うと思うんですけど、売れるかどうかが分かんないですよね。どれだけ流動性のあるアセットを持っているのかというのも謎だし、売ったところで全部今のねなんか時価で言うとこうだけど、最終的に全部売っちゃうと全然これより目減りして、もうほんと貸すのなんか全然もうなんか箸も棒にも引っかからないような金額になってしまったりすることもあると思うんで、まあそういったケースもあると。なんでこれはかなり少ないんじゃないかと。だから最低でもすぐ今分かってるのは256ミリオンのキャッシュはあると言ってるじゃん。だ最悪ここがねフロアなのかもしれないよね。256ミリオンここはいということですな。でじゃあ256ミリオンあるからお金返ってくるのかなって思う人もいるじゃないですか。そんなことも多分なくて、で結構やっぱねこのそのなんか倒産のさコストってかかるんだなっていう感じがしてて、見てておもろいなと思ったのが、その弁護士って高いんだね。やっぱね弁護士見るとこれかな、確かそうだね。これでこの人もすでに2億円とか受け取ってるんだよねこの会社で。あとリテーナーで750ミリオンだから1億円ぐらいでしょもらってるということなので、すごく高いよねと。でこれだけじゃなくてもう1社いて、これがもう 1.4 ミリオンすでに払われていて、あとリテイナーで2ミリオン US ドルなんで、だから256ミリオンとかあるとか言ってるけど、多分これもう何年もかかるじゃないきっと処理に、多分相当な金額がねリーガルフィーでかかるんだろうなということが勝手にちょっと読んでて思いましたね、はい。なんで皆さんデポジターのねそのお金を預けてる人がどれだけ
帰ってくるかっていうのはちょっと分かんないけど、はい、まあ、帰ってくるといいですね。でアメリカとかで言うと、まあ、日本人は関係ないかもしれないけどね、アメリカだとなんか SIPC 保険っていうのがあって、っていうのがまあなんかブロケージの、ね、アカウントで何かあった時にこう保険があるんですよ。でもっと言うと銀行とかでも FDIC とかってあって、まあ、なんか銀行がなんか悪さ、なんかお金なくなっちゃったら保険でいくらか返ってくるんですけど、まあ、今回ね SIPC も FDIC も何もないということみたいなんですよね、ブロックファイ。だからまあ多分お金が返ってくることはないかもしれないね、はい、どっかがねアセットがっつり買ってくれて会社自体をなんか救ってくれたりするのもあるかもしれないけど、まあチャンスは少ないんじゃないかなって感じかな。ということで、まあ、今日はねこんな感じでした。ということでもう FTX はもうまたかって感じだけどね、本当にこれからまたどんどんねこういった会社も増えてきてると思うし、聞いてみる感じね、だいたい120社から130社ぐらいは少なくとも破産してるらしいんですよ、今回の件で。なのでもしかしたらこれがまだまだ続くかもしれないですね。はい、ということでまた新しいアップデートがあったら紹介したいと思います。ぜひいいねをしてチャンネル登録してベル通知をしてメンバーシップも、そしてツイッターも、ね、お願いします。ではでは。